上村学園前駅は、鹿児島県市菊式の市別府にある、九州旅客鉄道鹿児島本線の駅である。駅名の通り国道3号を挟んで、上村学園初頭部、中頭部、高頭部の前に位置している。市町村合併で、市菊式の市が成立した後の2006年に市が、九州旅客鉄道に対して設置を要望し、2009年夏に着工した。 JR 九州は1日約1200人の利用を見込むとしていた。駅舎やホームの屋根の設置費用は全額上村学園が負担した。駅への階段やエレベーター、駅前広場の設置費用約1億2000万円は市菊式の市が負担した。開業式は田畑誠一市菊式の市長や上村学園の上村伊佐学園長が出席して開催された。 1>, 1日2000人以上の児童生徒が駅を利用し、国道3号を横断する、信号機を待つ人で朝は大変混雑していたことから、2015年から連絡橋を設置する要望が行われていた。駅から国道の手前までの30.7メートルを、上村学園が1億円をかけて設置し、 国道を横断する部分の26.3メートルは、鹿児島国道事務所が1億8,900万円をかけて設置して、2020年7月3日に、渡り染め式が行われた。ホーム端式ホーム一面一線を有する地上駅。分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。駅自体は、森土上にあり、ホームと駅前広場の連絡は階段。 もしくはエレベーターで昇降する。鹿児島本線では、八代以北、川内南含めて、唯一の防線駅である。無人駅である。IC 乗車カード、守護化の利用が可能で、簡易守護化改札機が設置されている。チャージの取り扱いは行っていない。降車客の IC カード以外の普通乗車券は、駅の集積箱に投入、または、車掌が回収する。 簡易自動券売機が設置されている。ありがとうございます。